この体でどこまでやれるか、一つ試してみるか。ふむ、次は金でも混ぜてみるか。さて、これでどうだ？これもダメか。となると、やっぱり球体が傷ついてやがるのか。ん？お前らか。どうした？いや、その…ぽい…まあ俺様は平気だ。だが、どうもうまくウロボロスが扱えねえと思ったら厄介なことになっててな。あ、こいつは虫に似た本体を核にして骨格やら筋肉やらを持った感じなんだが、あの時、こいつの本体の方に傷が入ったらしい。それで修復がうまくいかねえんだ。ブーン。大昔の俺様が作ったもんだからな。あの頃は何もわかってなかったから、今からすりゃめちゃくちゃな作りをしてる。スパゲッティみてえに絡んだ構造をきちんと分析するだけの力は、今の俺様にはね。くそ、いまいましいぜ。本調子ならこんなのすぐに直してやるってのによ。うわぁ。この俺様が？何を焦ってるって。そうかもな。今まで使ってた力が消え失せて、頼みの綱のウロボロスもこのざまだ。こいつも俺様も不死身だと思ってたが、それが揺らいだことにムカついてたのかもな。さて、気分転換は終わりだ。俺様はウロボロスの修復作業に戻る。ああ、そうだな。こいつに死なれても困る。え？核の方はデリケートなんだ。傷から妙なもんに感染すりゃあっという間だからな。まあ調子は狂ってても、俺様は天才には違いねえ。なんとかしてみせるさ。ほい。いっそ、一から作り直しちまえば。手っ取り早いか。なんてな。お前を見捨てるようなことはしねえよ。天才だの快祖だの、そういったのの名にかけてな。助けてみせるさ。お前は、命の恩人みたいなもんだ。
価交換だ。と、う、か、交換。お前、これ聞いたことないのか？なんだ。今あるものを分解、別の形に再構築するのが錬金術だ。だから材料が不足してたら、目的のものは作れねえ。そこまではいいか？本当に分かってんのか？まったく、疲れるぜ。こういう時は、手を動かすのがいいんだろうな、多分。分かった。よーく分かった。座学は終わり。あとは実地で覚えろ。何って、材料集めさ。黙って見てろ。うん。来た。あれが材料だ。後で組み立ての手本を見せてやる。まずはあれを可能な限り細かくばらせ。おお！ダメだ。いいか、熱は出すな。それから、奴らの装飾品と武器は一切傷つけるなよ。鉄やらが材料に混ざると、とんでもねえのが出来上がるからな。行くぞ、クラリス。ドカーン！こんな感じ？もういい。ちっよっと！くったー！終わったよ！ま、こんなもんで。上等だ。それじゃあ、カリオストロちゃんのお料理教室始まるよ。今回はカリオストロちゃんの新しい体を作るための練習をしようと思います。材料はこちら。クラリスちゃんが用意したゴブリンのみじん切りです。まずは材料を必要な分だけ取り分けていきます。集め終わったら、頭の中にある一番可愛いカリオストロを思い浮かべながら、丁寧に組み立てて、チーン！熱を加えて出来上がり！カリオストロレプリカの誕生です！まあ、だいぶはしょったが、この通りだ。あとは俺様の魂をこっちに移せば終わり。わかったか？お手本は以上だ。今の手順を大体でいい。真似してみな。ダメだ。
ほら、手止めんな。次だ、次。疲れた。ん？疲れた、疲れた、疲れたよー！もう騒ぐな。これくらいで根上げてんじゃねえ。そりゃ確かにそうだ。さすがの俺様も初めて自分の体を作るまでには結構な苦労があったさ。どんな風に？そうだな。俺は生まれつき体が弱くてな。ガキの頃何度か病気で死にかけた。それに嫌気がさして弱い体を捨てて新しい体に乗り換えちまおうと思ったのが始まりだった。思いつきで作るには人の体は高度すぎたから、まずはどんな形であれ魂を宿せる器を作ろうとしたが、それも手探りでやるには難しくてな。おかしなもんを作り出しては捨てての繰り返しだったぜ。ねえ、カイサ様。ふん、否定はしねえ。で、あれこれ試していくうちに、たまたま、本当にたまたま、小さなウジ虫みてえなのが生まれた。それを眺めながらいろいろと振り返って、ようやく俺は生命が何なのか理解した。半分くらい直感だったがな。すごいな。まあ、諦めたら死んでたからな。とにかく必死だったぜ。ああ、そうか。そういうことか。え？お前に必要なものさ。なになに？ちょうど新しい材料も来たな。お料理教室の続きを始めるぞ。いいか、もう失敗は許さねえ。次失敗したらお前の足をぶった切って、俺様の体の素材にしてやるからな。え？いいぞ、それだ。焦れ焦れ。お前に必要なのはその必死さだ。行くぞ。こんなもんか。こんな感じ？手にやっちゃおう！ドカーン！くっ、そーれ！ドカーン！俺様をただの病人とでも思ったか？残念！全空最強の病人だ！だから違う！もっと物質同士の結びつきを意識しろ。おいおい、まさかお前、これを俺様と思って作ったのか？お願い、カイソ様！
まあいいさ。これだけ時間を置いても崩れねえなら上出来だ。あ、やったやったお前本当に単純だな。いいか、クラリス。ん？どんな小さな成功も見逃すな。そういうのが発端になって後ででかい成果に化けたりする。あの時たまたまできた虫みてえなのが体を作るヒントになったり、ウロボロスの核になったりな。え、もしかして。ああ、長い時間かけて改造してな。ねえ、カイサ様。この話は長いからまた今度だ。ほら、続きをやるぞ。次のステップだ。何を作りたいのかしっかりと頭に思い浮かべろ。そのうちコツもつかめるはずだ。うん、うち頑張るよ。おい、ウロボラス。いろいろ教えるってのは面倒だが、奴の今後のためになると思えば、悪い気はしねえさ。さあな。俺様の名前や錬金術の他にも、残したかったもんが。ん？カイソ様は何か言った？いや、なんでもねえよ。ほら、続けな。